吉原三郎吉原三郎から1916年11月16日は、日本の内務官僚。内務次官、近景官施行。陽名、虎之助、郷、檜山、和ずさこ食いすみ群作田村出身。名主、吉原茂雄の三男として生まれ、吉原白水の養子師となる。大滝藩校、東金教校、小木野山中堅工場館で学ぶ。 教員となり、1874年5月、山梨県白井学校訓道支保に就任。以後、小学岩崎学校、小学両木学校、小学松島学校で勤務。1876年7月、司法商法学校生徒となる。1885年4月、半次保に任官司法権対所機関となり、同月、高知市審裁判所詰め。 1886年8月に辞任。1889年7月、帝国大学法科大学法律学科を卒業した。1889年11月、帝国議会開設準備のため開設された、臨時帝国議会事務局司法に任じられた。1890年7月、衆議院初期官となり即帰家県議事課勤務、さらに即帰課長、県主営部長などを歴任。 1890年7月、埼玉県所機関に展示、以後、大阪府所機関、愛知県所機関などを務める。1899年12月、香川県知事に就任。岡山県知事、内務省地方局長を経て、1906年1月、内務次官に発令された。1908年7月に退官した。1908年12月、 東洋拓殖株式会社副総裁に就任1913年12月、同総裁となり1916年10月まで在任した。1912年4月9日、金急官司校を仰せつけられた。ありがとうございます。